それでは K& リバティでノーボーダーです。どうぞ。いやいや、明るいよ、そこ。
ありがとうございました。ペアンデリバティの皆さんでした。すごい、また弾けるようにね。皆さんいかがでしたでしょうか。はい、早速でお話を伺ってみたいと思います。はい、今朝のキャンドリバティの皆さん、こちらにどうぞ。どうぞ。はい、お疲れ様でした。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 いかがですか、はい、赤レンガのメッセージ。超気持ちいいですね、これ。気持ちいい、はい、すげえいいです。やっぱりホールとか、あとはライブハウスとかでやっぱりちょっと違ってきますね。全然違いますね。うん、もうお客さんの量が全然違うっていうのと、ね、もうやっぱもう奥に奥にあるんだもん。もっと向こうに届けなきゃみたいな。そうですよね。そんな感じ。そうですよね。結構音が吸い込まれるような雰囲気がありますよね。そうですね。うん。バッと行きます。ここに飲む。気持ちいい。さあ、今回このノーボーダーという曲なんですけども、はい、実はあの予選の時とはちょっと違った曲を今回持ってきたということですけど、はい、この曲はどなたが書いたんですか。歌詞は自分が書きました。どういう思いでこのノーボーダーという曲を書かれたんですか。なんか人種差別だったりとか、うん、なんかもう髪の毛の色とかそういうの関係なく、みんなわちゃくちゃになって楽しめばいいじゃんと思って書きました。やっぱなんかこう人のなんか中にどうしてもなんか意地っ張りな部分があると思うんで、なんかそういうのを全部取っ払って素直にただみんなで楽しみましょうよっていう風に考えて書きました。なるほどね。もうではまさにその心の温度を2度上げるというか、この会場を皆さんも境界線なんかなく一緒にステージにいるような雰囲気で楽しんでくれっていうような思いだったってことですね。はい、なるほど、変わりました。さあ、そんなわけでですね、じゃあ皆さんグランプリをもちろん目指しているかと思うんですが、皆さんに熱いメッセージをお願いいたします。僕らと一緒に音を楽しみましょう。はい、ありがとうございました。ペアンデリバティさんでした。すごい元気。そう、ガッて今温まりましたね。本当に音